小林隼人は東京都八王子市出身のフットゴルフ選手。ガナドールフットガルフクラブ所属4歳の頃からサッカーをはじめ八王子 FC に2000年から12年間所属。サッカー選手引退後2015年に知人の紹介でフットゴルフに出会い日本代表として数々の国際大会に出場中。 2017年オランダのゴルフバーンスパイアワウドで行われたメジャー大会の初戦キャピタルカップに出場し通算4アンダーで36位タイでフィニッシュ。桑田博之と共にサッカー元アルゼンチン代表のロベルトアジャラ氏より上位につけ世界を新撼させた。日本フットゴルフ協会主催のジャパンツアーにおいて国内最多3度の日本年間チャンピオンのタイトルを 獲得したほか、国際フットゴルフ連盟主催の第2回アジアカップを制しアジアチャンピオンの座に輝く。自身の競技活動に加え、日本フットゴルフ協会公認普及メンバーとして、国内でのフットゴルフ普及に貢献。フットゴルフ初心者向けの大会である、フィンタカップや J サポカップの主催、その他、フットゴルフイベントでの講師等を通じて、多くの方が、 フットゴルフに触れることのできる活動を実施している。日本初のフットゴルフクラブ、カナドールフットゴルフクラブに所属。他国内タイトル多数関東、フットゴルフリーグジャパンツアー関東フットゴルフツアー、日本代表ジャパンツアー関東フットゴルフツアー日本、代表ジャパンツアー関東フットゴルフツアージャパンツアー、関東フットゴルフツアージャパンツアー関東フットゴルフツアージャパンツアー関東、フットゴルフツアー。ありがとうございます。